いやー、じゃあタイマー第1号、この方、ツイッターでね、タイマー資料雑魚ってきたんで、まあ、タイマーしていこうと思いますわ。SMG オンリーの。で、ルールはちょっと書いて、スカベン持ってる。まずは1キルと。2キルと。よいしょっと。ん？どこだ？ああ。いや、これ、ジョージ赤点の方が良かったか？あれ？いやー、これジョージ赤点の方が良かったな。目探すのめんどくせえ。しかもイモられたらちょっとあれだから。何してんだあいつ。いねえなあ、あいたわ。詰めてこいよこいつ。あいたこ。まあ所詮アンチもこんなものかな。まあそれなりの覚悟をしてこいっつったんで、はい、まあ、それなりの覚悟をしてこいって言ったから、まあ、彼も覚悟できてるだろうね。怒られて晒される覚悟できてるだろうな。だりーな。いや、次回からはジョージ赤点にするわ。ちょっと探すのめんどくせえ、長え。あ、いた。分かった。はい、雑魚71と。で、で、ん、いや、これはさすがに弱すぎないか。何、もしかして本当に俺に勝てると思ったの？この子のキルレとかは知らないけど、これで負けてくんだもんな。どうしようもねえよな。ああ、右か。まあ、9-2と。あと6点で僕の勝ちですね。いねえんだが。おい、角待ちしてる？もしかして。それはないぜ。対マンでガン待ちはないぜ。え、いや、何？ガチでガン待ちしてる、もしかして。この中とかいたら笑うんだけど。いたんだけど今見えたんだけど。おい、頑張ってしてんじゃねえよ、こいつ。わろた、どんなに勝ちたいんだよ。てか、普通に頑張ってバレてるし、俺に。嘘、また頑張ってもしかして。嘘でしょ？あんだけ Twitter に強かったべ。Twitter であんだけ、タイマーやれや雑魚とか
行ってきたけど、いないんだけど、めんどくせえ。もうだる。もうこうやついるから。は弱すぎたろ、なんだこいつ。ちょっとね、おっと、はい、いや、ジョージ赤点の方がいいな。ああ、まあ次回からはジョージ赤点でやります。さすがになんか俺こんだけ動き回ってんのにいないんだが、なんでイモリすぎないか。さすがにまあ角待ちしてそうなところは全部クリアリングして、で角で待たれても勝てる自信あるわ。もうやめちまえよゲーム、雑魚。この程度で俺様に挑んでくんじゃねえよ。ああ、そっちか。よく下打ってくれるよな。あと2点で負けるぞ、こいつ。よく下打ってくれるわ。はい。リーチ。まあ、最後赤点出しながら行ってやるか。しょうがねえ。まあ、7投でもしてやんないといい戦いできないしな。ほらほらほら、来いよ。こいつどんだけしてってくんの。負けてるんだぜ。おい、もうだるねえ。俺を待ってみるか一回、そしたら会うかもしんない。もうあと1点なんだからさ、もうだりーよ、早く負けていいぞ。雑魚なんだからお前、勝てるわけねえだろお前が。はい、雑魚終わりー。うん、はい、お疲れ。ま、15対4と、ま、こんな感じかな。あ、ま、次回からはもうこういうなんかもうクソイモ防止のためにジョージ赤点でやるんで、はい、じゃあこれで終わります。ま、みんなも覚悟してきてね。お疲れ様でした。